はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ第3のビール、国内醸造クリアーモルトという、これどこで売ってたんだっけな？どっかのコンビニ、アルコール度数 6%。原材料名が発泡酒、麦芽とホップと大麦とコーンと糖類と、大麦スピリッツ。あ、ファミマだ。販売者が株式会社ファミリーマート。で、製造所がキリン麦酒株式会社。うん。となってます。これファミマのあれですね。プライベートブランド的なやつです。うん。PV ですね。PV か。PB ですね。これ常にファミマで売られてる。ファミマあんまり行かないんだよ。ファミマあんまり行かないんやけど。ファミマは位置的にちょっと遠いんだよな。クリアモルト。ファミリーマート。それでは完璧。あ、ちょっと甘いな。やっぱ糖類が入ってるからちょっと甘い。ほんのり甘さがある。ファミリーマートとサークル系サンクスで限定らしい。ちなみにこれの糖質 70% オフも売ってます。税込みで123円。少し高めのアルコール度数で飲み応えがありながら飲みやすいすっきりしたクリアな味わいをお楽しみいただけます。うん。口当たりは、まろやかな。口当たりも、まろやかな感じ。まあ、糖類がちょっと入ってるんで、若干甘いっすね。若干風味がちょっと、なんか甘い味すんなって感じ。それがなかったら、全然美味しいですね。ファミマは何がうまいんだ？あれか？ファミマ何が、ファミマ。ファミマに行くことほぼない。ローソンか、もしくはセブンイレブンなんだよな。ファミチキ、ファミチキ、ファミチキより L チキ派なんだよな。ファミチキ。まあ、ファミチキよか L チキ派なんで。なんとも言えんな。ファミマでうまいやつってなんだ？ファミチキってうまいの？ファミチキってうまいの？あんまり食ったことないな。値段180円。7チキって、セブンイレブンのやつは7チキって言うんだね。これは食ったことないかもしれない。7チキって。だいたいセブンイレブンで、なんやろな。あんまり名前ないよ。
やっぱエルチキだよな。エルチキ150円だって。安っ。コンビニ最強チキンはどれ？七チキなんて聞いたことねえぞ。こんなんあるのか。ファミチキが180円。L チキが150円。七チキが198円。これだったら50円近く安い L チキだよな。でかいし。唐揚げくんはあれどこなの？唐揚げくんはなんだ？ローソンか。はい、こちら。これを食べよう。キムチ。自家製キムチ。桃屋のキムチの素で作ったキムチ。あれ、なんだっけ？俺あんまりああいうの詳しくないから。桃屋のキムチの素で作りました。いただきます。うん。うん。おいしい。ちょっとしょっぺん。唐揚げくんはローソンだっけ？あ、ローソンだ。まあ、唐揚げくん、もう美味しいけど、唐揚げくんはやっぱりレッドかな。まあ、辛いのが好きなんで。基本的に L チキでもレッド買うけど。やっぱ甘いな、ちょっとな。唐揚げくんって値段いくらだっけ？200円ぐらい。唐揚げくんっていくら？ 216 円、税込みで216円もする。あ、結構するな。それだったら L チキの方がいいんじゃない？やっぱ L チキのコスパはパネってこっちか。
やっぱエルチキが最強だな、ということっすね。やはりエルチキが最強すぎた。奥甘み香り、2323です。おしゃれ出ました。